ジュリーは何した細かすぎる沢田賢治ネットワードチェックこのコーナーは最新のネット記事から澤田賢治というワードを細かすぎるほどチェックするコーナーでございますあまりにも細かすぎて本人といまいち関係がない場合がありますがご了承くださいそれでは今回の「細かすぎる澤田賢治」ワードチェック季節が変わればジュリーも変わる研ぎ澄まされた男の美学が爪の先までびっしりの魅力を振りまいて80年を彩りました それいけ東京沢田健二さんですこちら3月8日「ブックウォッチ」より若者が中森明菜を聴くのはなぜブルータスの歌謡曲特集が面白いということねこの10位は何しても以前ねご紹介しました雑誌「ブルータスの歌謡曲特集」ということでこれ本当に中身がねすごく面白いというか。 そのブルータスの中にですね「ハッシュタグ前工場ベスト」というコーナーがございましてジュリーがですね「紅白」にあの東京で出演した時の白組司会を担当していた山川静雄さんが先ほど私がやりました工場ですね t o 東京紹介の時にした前工場を紹介されてるということでですねいいね工場ですよね。あの ラブ抱きしみたいな時のもコ、えーデ、ねえー、も非常にかっこいいですよねえー、そして記事には、えー、東アジアの若者中心に、えー、松田聖子さんやジュリーの 隠れた名曲ではなくてですねど真ん中のシングル曲が今またブームをしているということで、えー、その辺もね合わせて、えー、こちらの記事そして、えー、ブルータスのね、えー、雑誌、えー、両方ね、えー、チェックしてみてください。ピーと太郎が2人でライブ、えー、こちらひとみみのるさんのオフィシャルブログより3月8日の記事「ひとみみのる森本太郎ジョイントライブザ 『タイガース・ソングス』パート5ということでなんとね『t h e t i のひとみみのさんと森本太郎さんが、えー、2人で、えー、ライブをするということで、えー、日にちは、えー、2022年5月21日土曜日の、えー、ライブということで、えー、場所は銀座タクトということでございますでも本当にね仲良くて、えー、嬉しくなりますよね先日はあのー 映画も行かれたということでございましてですね、えー、こちらのライブの詳細、えー、詳しいことはひとみみのさんのオフィシャルサイト、えー、オフィシャルブログをご覧ください子供の頃に夢中になった沢田賢治や西条秀樹3月2日ピアより 全身全霊で生きててよかったと思えるステージにしたい j w e ブワウワウミュージックプールとのコラボで見せるサニーデイサービス2022年初のワンマンライブ今週開催ということでサニーデイサービスはまあロックバンドっていうかねホークガレージロックなど含めたね結構いろんな多様なバンドなんですけどもそのサニーデイサービスのボーカル曽我部イ一さんもともとのルーツにジュリー秀樹さんね松田聖子さんなどあるということでねやっぱり まあ70年代やっぱりね、えー、ジュリー英、えー、樹さんあ山口百恵さんっていうね、まあ、非常に、えー、影響を受けてる方ね多いですよね。勝手に仕上がれ出ていくんだろう3月3日ネットラボより普段と全然違う元ゆるめるもあの昭和の大スター山口百恵コスで色気を爆発させるということで、えー、アイドルグループのゆるめるもというねグループの元メンバーの。 あのさんっていう、ね、タレントの方がインスタグラムでももえー、桃江さんそしてジュリーの、まあ、コスプレを、まあ、公開しているということで、まあ、話題になっているということなんですけども、まあ、ジュリーのコスプレはなんか、まあ、帽子かぶってるだけみたいな雰囲気もしますけど山口ももえさんに関しては確かにこう雰囲気が出て い、えー、いらっっししゃいますすねねちょっと胸出しすぎなんで、ね、桃井さんでさ結構こう清楚な感じでねあまり肌の露出とかね当時もしなかったんじゃないですか、うん、あのジュリーのコスプレの場合どちらかと言ったら70年代より80年代の方がねあのちょっとこう宝塚っぽくする方が女性は、えー、うまくいくかもしれませんね、えー、ご興味ある方このあのさんのインスタグラムをご覧ください「澤田賢治レッドスエッリン」のポスター23歳の金子さんの趣味とは思えない数々のアイテムから 親御さんのバックボーンが見え隠れしますこちら3月2日バークスより「俺の楽器私の愛機654「憧れに憧れた理想のレフティーモデル」ということでドア、えー、のミュージシャンの方のね楽器をまあご紹介したあまあ記事になっておりますけども、まあ、その方のえ部屋には、えー、まあビートルズ、えー、ACDC やジョン・トラボルタ澤、えー、田健二・ゼッペリン ロリギャラガーのポスターっていう風に書いてますけどねでもなんか最近のミュージシャンのそのポスターを貼るよりもまあ、ジュリーとかビートルズのポスターを貼ってる方がなんかロックな感じがしますもんね、えー、よろしければこちらの記事もチェックしてみてくださいジュリーは何した細かすぎる沢田賢治ネットワードチェックでした こちらのコーナーを含みます月曜日から金曜日6時半にジュリー最新情報、楽曲などを紹介するレモンジュリーステーションこちらのサイトもぜひご覧ください概要欄にリンクを貼っておきますぜひ足を運んでくださいシギレモンでした